はい、皆さんこんにちは、プラマーティスシです。ここのところこう海外に住んで在住されている日本人の方からこう N フラワーを習いたいっていうお話が結構あります。僕はこう N フラワーを N フラワーデザインスクールから N フラワーデザインインターナショナル社団法人化するときに法人化するときにそのように名前を改名しました。ここにはこう少しこう僕の思いというのがありまして、ゆくゆくはこう N フラワーが日本を飛び出してこう海外にね支部できるようになりたいっていう思いがありました。今実際にそういうふうに動きつつあります。 N フラワーは動きつつありますね。なのでここでですね、今この目の前で見てる海外にいる、まあ、日本人の方っていうのが、まあ、僕がこう英語が堪能ではないので、まあ、日本語でしかやり取りができないというのと、まあ、これからやっぱりこう海外支部を作っていくにあたり、やっぱりいろいろとなこの海外のシステムを構築しなければいけないと思うんですね。もちろんこう N フラワーの年会費が必要だったりするんで、その年会費をこう海外で集めてくださいとか、まあ、その年会費をこうその国のレートに合わせていくらにするとか、まあ、そういう話をしていかなければいけないので、まあ日本語が通じる外国人の方でしたら別に問題はないんですけれども、まあ、英語もね結構通じたり通じなかったりする時ありますからね。イントネーション違ったりすると全然分かんなかったりするんで、なのでまあとりあえず今は日本に海外に在住している日本人の方を、日本人とか、まあ、2世とか3世とかね、うん、もう完全に通訳がいらっしゃるとか、まあ、そういう方を対象に、N フラワーを海外に広めてくれる方を募集します。もうもちろんね、講師免許にたどりの講師免許まで先行海外先行講師枠として、N フラワー本部でその方を育成していくっていう風な形になっていきます。なのでぜひ私はこう海外で支部を作りたいっていう方はこちらのアドレスまでご連絡をください。ただこうやっぱりねどうしても作るからには習うからにはやっぱり海外支部を作ってほしいんですね。その国で広めてほしいんです。まあそれをね一気にこう広めなさいとかっていうことは言わないんですけれども、まあ、こうやっぱり、ね、そういうバイタリティがある方を募集しております。ではお待ちしております。楽しみにしております。すっごい指導が戻るんですけれどもすごいワクワクしてるんで、ぜひよろしくお願いしますということです。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.